イグッケルは、Google のサービスの一つで、カスタマイズ可能な AJAX ベースのホームページ、または、ポータルサイトである。同様のサービスとしては、ネットバイブス、アロット .com、ページフレイクス、マイヤフー、マサーフッパド、ライブ .com などがある。2005年5月に公開され、当初は、Google パーシナライズドホームページあるいは、Google IG と称していた。フィードを追加することができ、 Google デスクトップと似たようなガジェットを追加することができる。2007年4月30日、解消と同時に拡張され、2007年10月17日現在で42の言語で70以上の国のドメインにローカライズされている。2013年11月1日16時をもってサービスが終了された。イグッケルのガジェットは、Google Gadgets API を使い、ユーザーと やり取りできる。一部のガジェットは Google デスクトップ向けのものがそのままイグッケルでも使える。Google ガジェット API は公開されており、誰でもガジェットを作ることができる。Google はガジェット API を使わなくとも作成できる特別なガジェット作成方法も公開している。自作のガジェットは例えば友人や家族と共有することができる。この特別なガジェットは オンラインのウィザードを使って作成するもので、次のいずれかのタイプになる。他に、開発者が作成したガジェットとして、次のようなものがある。2009年初め、イグッケルは、ホームページの脇にチャットボックスを設置した。これにより、Gmail ユーザーが gmail.com に行くことなく、ホームページでチャットできるようになった。イグッケルでは、ユーザーはその見た目を隠しテーマから選択できる。 その一部は Google 内で設計されたもので、他はユーザーが設計したものである。2008年4月、Google はプロのアーティストが作成したテーマを提供するようになっている。2008年7月8日、Google はイグッケルの新機能や新デザインをある期間だけ試行することを発表した。この実験の対象として選ばれた人がログインすると概要が表示され、 フォーラムに誘導され、対象実験のため実験から抜ける方法はないことが説明された。さらに、この実験がどれだけ続くのかも明らかにされなかった。このため、実験対象とされた人々には不満が続出した。2008年10月16日、Google はその新バージョンをリリースし、古いフォーマットは使われなくなった。このリリースには当初チャット用。 ウィジェットは含まれていなかった。この新バージョンの目的は、オパンソシャル対応とされており、新たなキャンバスビュー方式はそこで重要な役割を果たすという。翌10月17日、インファーメーションウィーク氏は、意見をよく言うユーザーからは、この変更について不満が出ているとレポートしている。同氏は、ユーザーの多くが変化を強いられたくないと思っており、 これが特定のサービスプロバイダーの管理下にあるクラウドソフトウェアの抱える普遍的問題だとしている。イグッケルの URL の最後に GL イコールオールを付けると従来のレイアウトになるというワークアラウンドが発見されたが2009年6月4日にはこのワークアラウンドも機能しなくなった。数日後、新たなワークアラウンドとして URL の最後に HL イコールオールをつけるという方法が見つかった。ただし、一部のリンクがホームページから消える。ありがとうございます。